皆さんこんにちは、うずかれチャンネルのうずうずセムです。今日の解説動画はですね、やりたいことなんて別になくてもいいということについて話していきたいと思います。この動画を見てほしい方はですね、やりたいことっていうのにとらわれてしまって今もう行動が取れなくなった、就職活動ができなくなっちゃった人とかで、結局やりたいことを仕事にできていない自分ってそれは不幸なんじゃないかとか、やりたいことを仕事にしている人と比べた時に自分は劣ってるんじゃないかみたいな、そんなことを思ってしまっている人たちには特に見てほしいと思っています。じゃあやりたいことなんてなくてもいいと、なぜそんなことが言えるのかということなんですけど、まず第一に、やりたいことって必ずしもいい仕事とは限らないってことです。例えばこれ私もそうだったんですけど、新卒の時やりたいことを仕事にしろと言われてました。でその当時やりたいことってちょっと考えてみましたと。で僕はですね、テレビとか映画が好きだったんですよ。なのでテレビや映画を作る仕事がやりたいなと思ったので、制作会社とか広告代理店とかそういったところを受けました。ただですね、その当時はやりたいことをただ仕事にしたいなと思っていたので、どれだけその仕事が過酷かとか、どんな嫌なことがあるかって知らなかったです。なので、僕は結局慣れなかったんですけど、やっぱりこの仕事をしていると、うわ、その働き方ってしんどいな、きついなって思う人たちっているんですよ。じゃあどんな人たちがきつかったかっていうと、僕の中ではですね、トップ3に入るのは全員制作会社でした。じゃあなんできついかっていうと、すごく業務量が多いんですよ。もう全然帰れない、で残業なんかうちの業界ないけどねみたいな、なんかそんなノリがあって、で実際やっぱり残業時間を聞くと本当200時間とか行くような人もいて、でやっぱり辞める理由も、こんなこと言ったら根性ないって言われるかもしれないんですけど、労働時間長いんですよと。いやいや、そんなことないでしょ、めちゃくちゃ長いんですよ。つまりそれって彼らにとってやりたいことなんだけど、健康を害してしまうぐらい決していい仕事ではない。いい仕事っていうのは、例えば稼ぎがいいもいい仕事だし、働きやすいとかもいい仕事だし、やりがい感じられるっていう意味だといい仕事だと思うんですよ。でもそれ以外に将来のニーズがあるとか、そういうこともいろいろ含めた上でのいい仕事って考えたら、やりたいことが必ずしもいい仕事になるかっていうと、そういうもんでもないということがまず第一です。なんかやりたいことが中途半端な人がどちらかというと多いんですよ。自分は何がやりたいかなと思うんですけど、もう考えてる時点でもうすでにそんなにやりたいことじゃない、つまり実はないんですよ。なので、そんな状態でやりたいことを仕事にする必要は、ないかなと思っています。じゃあやりたいことがない人は何を軸に仕事を選べばいいかっていうと、この仕事をやっていたら自分にとって得があるとか、そもそも社会的ニーズがあるから、この仕事っていうのは今も存在するし、10年後20年後も多分あるだろうな、手堅いだろうなっていう仕事を選んでいけば別にいいんじゃないのと思います。やりたいことって、やりたいことを決めてから仕事っていうのもそうなんですけど、どちらかというと今ニーズがあって必要に迫られてやっている仕事を後からそれ好きになるとか、そういう方が実はすごい大事なんじゃないかなと思ってます。でそれをやると、そもそもやりたいことにもなっているし、ニーズもあるからずっと続くんですよ。どうせだったらメリットもあって、かつ感情的にもやっていて楽しいと思える仕事の方がいいじゃないですか。っていう風にやりたいことから選んじゃうと、必ずしも自分にとって得があるかどうかって言われたらないケースもあるんですよ。すごくこうやりたいことがないのであれば、得があるものを仕事にして、それをその後やりたいことに変えていく。やっぱり今後特に変化がすごく多い時代なので、そういう人の方がなんかむしろ長生きするし強いんじゃないかなと、キャリアとしてはっていう風に思います。志望動機でやりたい推しや低評価、新卒の就活の面接の特徴って、ほとんどの人がやりたい推しなんですよ。どのぐらい私はこの仕事をやりたいと思っているのかっていうことをアピールしたり、なぜこれをやりたいのかということをこうアピールしちゃうんですけど、じゃあその業務についていろいろ質問をしていくと、あれ、意外とこの子業務について分かってない部分が多いな、それは次にこう関わってくるんですけど、サービスや製品をもらう側、使う側の視点ではやりたいこと言ってるんだけど、そのサービスを提供するときに、こんな実は苦労もあるよとか、実はこんな嫌なこともあるよって部分が抜け落ちちゃってるような人も結構多くて、それやっちゃうと結局実際仕事に就いたら、こんな嫌なこと、こんな大変なことがあるのにそれを知らないから、結局仕事始めたらちょっとやりたいっていう気持ちが薄れちゃうんじゃないかなと思われちゃうんですよ。ってなると、やりたいことだけしか言ってない人っていうのは、なんかやりたくなくなったらやめちゃうんじゃないかなということで、お見送りになることも結構多いです。なんでそんなこと言えるかというと、私もですね、さっき言ったように広告代理店とかテレビ局受けてました。でその当時の志望動機はこれでした。テレビが好き、 CM とかを見るのが好き、映画とか作ってみたい、こんなことばっかり言ってたんですよ。だったらそれユーザーでいいじゃんみたいな話にもなりますし、どういう業務が発生していて、どんな大変なことがあるのかってイメージした上でやりたいって言えてなかったんですよね。
なのでやりたいっていうことだけで押すんじゃなくて、まあ、そのメリットの部分ですね。メリットってあんまり感情では左右されない、そういうメリットも交えながらやっぱり志望動機っていうのは作っていく必要があったなというふうに思います。なので志望動機でやりたい推しだけでは、まあ、そもそも低評価になるんですね。このやりたいことがもらう側でする側ではないっていうことに対して、まあ、事例ですねもう説明できればなと思うんですけど、結構多いのが、例えばアパレル業界に入りましたとか、あとはまあ広告代理店に入って、まあ、働いていたんですけれど辞めたいですと。その人たちの話を聞くとですね、やっぱりやりたいことではあったんですよ、まあ、旅行が好きだから、その好きなことやりたいことに関わる仕事がしたいとか、まあ、服が好きだからアパレルの仕事やりたいなんですけど、どうしてもそのもらう側なんですよね。旅行している自分の時に楽しいと思ってやりたいと思っているし、アパレルに関しても自分が服が好きだから服を着ている時楽しいっていうふうに思ってるんですよ、やりたいと。だからもらう側の視点でやりたいことを考えちゃってるんですけど、やっぱり仕事をする時っていうのはサービスを提供する側なんですね。なので例えばアパレルだったら服を売らないといけないし、旅行代理店であればその旅行プランが、まあ、言ったら1円でも高くなるように売り上げを高めるためにプランを設計して提案するわけですよ。でなった時にやっぱりみんなこう思っちゃうんですね。例えばアパレルだったら声をかけに行かないといけないとか、まあ、それも本当はやりたくないなとか、で本当はもう T シャツしか買いに来てない人に対して売り上げを上げるためにこの T シャツに合うのはこういうアクセサリーが合いますよとか、そういう正直すごく合うっていうふうに考えられないんだけれど、売り上げを上げるために何かアップセル追加で売らないといけないっていうこともやらないといけないし、旅行代理店に関しても正直このプランいるかなと思いながら、いや2泊3日でいいけど3泊4日にしようとか、売り上げを上げるための仕事をしなくちゃいけないので、そうなってくるとやっぱりもらう側の時に考えていたやりたいことっていうのが若干ずれてきちゃったりするんですね、まあ、よくあるミスマッチです。こんな仕事のイメージではなかったっていうふうに言って辞めてしまう方っていうのは、どうしてもこうもらう側、実際その業務内容を理解した上でその仕事の嫌な部分とか大変な部分とか、そういうところまでイメージできてない、把握できていない中でやりたいことを選んじゃった方っていうのがどちらかでも多いなっていうふうに思います。何が言いたかったかっていうと、今やりたいことで悩んでしまっている、迷っている人いると思います。世間一般でもやりたいことマウンティングをしている人も多いです。やりたいことない君らはダサいねとか、やりたいことないなんて本当ダメだね、どんな人生歩んできたのみたいな、それを自分でさえも思ってしまうみたいな人はすごく多いと思うんですけど、やりたいことなんてもう先に言っておきます、なくていいです。で、後から別に探せばいいですし、一生やりたいことなくても別にいいと思うんですよ。やりたいことを探すために自分が精神病んでしまうとか自信をなくしてしまうんだったら、それってつまりこれ悪なんですよ。なのでやりたいことってことは別にいいことなんですけど、やりたいことじゃないとダメだと、仕事はとか、やりたいことがない自分はダメだっていう風に自己否定とか自信をなくすようなことをしてしまうぐらいだったら、もうニーズがある仕事を選んで、その仕事をどういうふうに楽しむか、どういうふうにそれをやりたいことに変えていくのかっていう方に努力をしていった方が、努力をしている期間も自分のキャリアっていうものは築けますし、まあ、お金もちゃんと稼げますし、就活しながらやりたいことを探すっていうことより全然いいと私は思うので、この動画を見た方でですね、やりたいことにこう苦しめられている人がいたら、一回嘘だと思ってやりたいことなんか無視してやってみてください。やりたいからこの仕事をしていますなんて志望動機で話す人より、この仕事をすると僕にこんなメリットがありますと、そのメリットのために僕は頑張りますと、そういうふうにアピールしてみてください。そっちの方が必ず企業の評価上がります。苦しめられている人はですね、やりたいことを一回放棄してみてください。ということで今日の解説動画おしまいです。で、この動画がですね、まあ、ちょっと役に立つなと、お上手先輩ちょっといいこと言ってるなと思った方、いいねお願いします。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、面接とか就活で役立つ情報を発信していますので、むずかるチャンネルも興味がある方はチャンネル登録をお願いします。じゃあ本日もお疲れ様でした。